皆さんこんにちは、霊夢です。マリサだぜ。いきなりですが、1本目の動画を見てくださった方、ありがとうございました。気持ちを伝えるのはとても大事だよな。見てくれる皆様がいるからこその動画だもんな。そうだね。では、改めて、ありがとうございます。それで、今日は何について見ていくんだ？前回は剣心のお父さん、長尾為景だったから、今回は剣心についてまとめようと思ったけど、その前にどうしても一人の武将を扱いたいんだ。おお？それは一体誰だ？この流れは剣心に影響を与えた人か？うん。為景ほどじゃないと思うけど、この人抜きでも剣心は語れない。上杉のりまさだ。上杉のりまさ。確か某ゲームではいつも能力値が低く、周囲の勢力にやられていたイメージがあるんだが。そうなんだ。でもさ、曲がりなりにも関東で影響力を持っていた人だし、私たちがただマイナスのイメージだけを持っておくのって、なんか違う気がするんだよね。確かにな。なんだかんだ関東管領だった人だもんな。ちなみにこののりまさのイメージ、なかなか爽やかな感じだけど。うん？なんだろう。実はのりまさの生涯ってはっきりとわかっていない部分も多いし、実際は大変な人生を送っていて、やることはやっていた部分もあったようだし。今回はこの爽やかなイラストと共に見ていこう。おう、わかったぜ。世間のイメージや今までの通説などにとらわれず、最近の研究の結果で、あまり語られていない部分を紹介するのが、このチャンネルの趣旨でもあるしな。世襲とはいえ、関東管領を受け継ぎ、そのポジションを全うするだけでも、すごいことだと思わない？確かに。あと、細かく取り上げられる機会もあまりなさそうなので、これを機に彼の生涯を紹介できたらなと思ったんだ。だからさ、今回はそんな上杉のりまさについて見ていこう。OK なんだぜ。それでは皆さん、ゆっくりしていってね。まずは生い立ちから見ていこう。のりまさは1523年生まれと言われている。山の内上杉十三代目当主関東管領。上杉のりふさの長男として生まれたよ。長男だったなら、スムーズに家督相続したのかな？それが違うんだ。のりまさは生涯人生ハードモードだと思うんだけど、割と生まれてすぐから大変だったんだ。なんでだ？確実な一時資料が残っているわけではないようだけど、近世成立の記録類によると、のりまさはのりふさが50歳を過ぎてからのこと言われている。へえ、それで？当時の武士の平均寿命が42歳くらいだから。のりふさ目線で考えると、のりまさが生まれるまでは、生涯跡継ぎができないかもしれないと、考えるのも無理はないよな。まあ、そうだな。のりふさは跡継ぎのことも考えて、のりまさの誕生より前に養子を迎えていたんだ。それが上杉のりひろだ。こののりひろ、子が久保足利高元の四男で、通説では、のりふさが亡くなってから、のりまさが幼少であったため、のりひろを養子として迎えられたとされているようだが、最近の研究では、のりふさの死去以前に養子として迎えられたと考えられているようだな。まあ、関東管領になるような家柄で、ある程度の年齢になっても、後継ぎ候補の実子がいないとそうなりそうだよな。そんな状況下でのりまさが生まれ、後継ぎになる予定でもともと迎えられていた上杉のりひろ、そしてのりふさの晩年の実子、上杉のりまさ、この二人がいる状態になってしまった。身内でも対立する時代に二人の後継者候補、嫌な予感しかしないんだが。そう、そこはもちろん。のりふさの後を、のりひろが後を継ぎ、その後のりまさが継ぐんだけど、のりまさへのチェンジは、のりひろの病が原因であったようにも見られるが、研究の結果、権力闘争があったことが明らかにされている。やっぱりか。不明点もあるけど、わかっている部分はこんな感じだな。1529年、山内家の当主であったのりひろは、反対する勢力を従えることに苦心していたようなんだ。その反対勢力の中に、安中城城主の安中氏がいた。西高津家の家臣である西氏、小畑氏らが安中氏に味方した。そしてこの反のりひろ陣営が、のりまさを当主として擁立し、反旗を翻した。これに対し、長野成政が当主の長野氏。そして白い長尾家と総者長尾家は、のりひろサイドに属していたと推測されている。長野成政ってなんか聞き覚えがあるんだが、某歴史ゲームでめちゃめちゃ強い、あの長野成政か？お、さすがだな。そうだよ。あのとても強いおじいちゃんだよ。ゲームだったらあの猛将おじいちゃんがいる陣営が圧勝しそうだけど。だよね。
私も最初そう思った。でも現実はそうはならなかったみたい。ええ、不思議なものだな。きっと裏での交渉とかもいろいろあったのかな。詳細を知りたいところだけど、残念ながら。この内紛の詳細は現時点でははっきりしていないんだ。わかっていることとしては内紛は2年ほどは続き、1531年、範政派が勝利し、同年9月、関東管領上杉範政が誕生することになった。内紛の詳細とかが今後わかったら面白そうだな。でもさ、家中対立ってことで暗いニュースな気もするけど、範政的には家督を告げたからよかったのかな？この辺はどうなんだろうな？というのも、今回の内紛が起こった1529年の時、範政は6歳くらい。そして終結した1531年でも8歳くらいと思われる。そう考えると、物心ついてからの下克上やクーデターのケースと違い、自分の意思に関わらず、周囲の大人たちの権力闘争や対立に巻き込まれて、家督を継いだと考えるのが妥当だと思うんだ。関東管領の長男として生まれた以上は、ある程度家督を継ぐ運命にはあったと思う。でも範広との争いを望んでいたかはわからないし、もっと平和な形を望んでいたかもしれないし、果たしてこの家督相続は範政が本当に望んでいたのか、今となってはわからないかもしれないけど、一概にいいこととして捉えるのは違うのかもしれないな。確かに。しかも武力も用いて家督相続となると、その後の国内をまとめるのだけでも大変だろうし。そうなんだよ。ここで当時の上杉家が抱えていた問題を見てみよう。1、後継ぎ問題で2つに割れていた家中の立て直し。2、関東管領として古学坊をサポートし、東国の秩序を取り戻すこと。3、当時台頭してきていた北条家、武田家との戦い。幼くして家督を継いだんだけど、たくさんの課題と向き合わなければならなかった。1はまだ家中の問題だけど、2と3は武との関わり。また、2は古学坊との関わりではあるけど、そこには当時勢いを増していた3の北条家の影響も大きく、範政は後に関東の覇者となる北条家、特に名将として知られる北条氏康、そして武田信玄を、相手にしなくてはいけなかった。特にこの3を考慮すると、範政へのハードルはかなり高かったようにも思えるよね。確かに、そう考えるとハードモードだな。まあ、とにかく、家督を継ぎ関東管領になった範政。その後どうなったか見てみよう。おう、OK なんだぜ。まず後継ぎ問題で生まれた上杉家内での亀裂についてだけど、範政の関与がどれくらいあったか不明だけど、配下の有力勢力同士が婚姻関係を結ぶことで、関係修復には向かっていったようだよ。そうかそうか。なんだか今後悲しいニュースの連続かと思ってたから。それはとても良かったな。うん。ここも詳細は不明だけど、範政にとって、良い流れになったとは見て良さそうだね。良かった良かった。じゃあひとまず上杉家内がうまくまとまったところで、ここからは他勢力との関わりも見ていこう。まず、当時1541年頃の勢力図を確認しておこう。範政の山の内上杉家は平井城を中心としたこの辺りを領土としていた。周囲には北から長尾、武田、北条、古学坊の足利家、茶色い部分の扇ヶ谷津上杉家などがいた。この1541年は、武田家では後の信玄こと武田晴信が父の信虎を追放し、北条家では宇治津長坊氏、宇治康の時代が本格的に始まるなど、戦国時代全体で見ても、よく知られている名将たちが、家督を務め出した記念の年としても見れそうだな。っていうかこの地域ってレベル高いよな。戦国時代の有名武将がたくさんいるし、さっきちらっと出てきた長野成政とか、武田信玄とやり合った、村上義清とかもこの地域だよな。さすがマリサだな。この辺は棒ゲームで考えると、能力高い武将集まりすぎだよな。そんな激戦区で後を継がされた範政。なんかかわいそうでもあるよな。そうなんだよな。まあ、どう見るかによるけど。もし、本人が平穏な生活を本当は望んでいたとしたら、山の内上杉家のような名家でしかも関東管領、さらには激戦地区での戦いを強いられるなんて、かなりかわいそうだよな。自分だったら全力で脱走するかもしれないな。当時一度バックレようとした冒険の主君もいるくらいだし、主君を務めるのはきっと半端ない重圧なんだろうな。可能であればタイムマシンで本人に聞いてみたいよな。実はね、マリサ、範政が当時の気持ちを綴っている文書が残っているようなんだ。
マジか？それはぜひ見たいかも。オケ。じゃあせっかくだし見てみよう。1542年、則政は鹿島大明神に願文を捧げ、それが今も残っているんだ。内容は特に北条家を意識した内容となっているようで、一部を現代語訳で紹介するとこんな感じだ。平の総帥の悪行により関東が乱れたが、三代を経てその勢いを保つことはできない。しかし則政悲しいかな、武功を表すことができず、暴虐も尽きてしまったので、信用を持って決戦に勝利させていただきたい。ちなみにここで則政は自らの家を八州出征の家伝と誇り、新しく関東で勢力を広げていた北条家に、敵対心をあらわにしていることが確認されている。なるほど。味方によってはどうしようもなく神頼みしているようにも見えるし、またはただ謙虚にお願いしているのかな？どうなんだろうな。周囲を戦上手な名将たちに囲まれ、いろいろ苦しかったのは間違いなさそうだよな。そうだな。むしろそんな逆境の中でも、なんとかしようとしているようにも見えるし、頑張れ則政って気持ちで見ていってみようかな。ちなみに、この願文を書いた時は武田信虎、信玄とも敵対している。北条家と武田家を同時に敵に回すとか、まるで上杉謙信プレイじゃないか。そうなんだよ。でも関東管領という立場上、周囲の対等勢力と敵対するというのは避けられない部分も、あったかもしれないな。ちなみにこの頃信玄の名前は春信だけど、この動画では武田信玄の表記で統一していくよ。わかったぜ。まあ、こんな感じで、難しい状況にあったのは間違いなさそうだな。うん、そうだな。じゃあ、ここからは、武田家との戦い、そして北条家との戦いを、それぞれ見ていってみよう。話を1540年に戻し、下位に目を移してみると、国内を統一した武田信虎が、その矛先を隣国、信濃に向けていた。そして翌1541年、信虎は信濃の小さ方に侵攻、雲の宗綱と戦ってこれを破った。これは雲の平の戦いと呼ばれる。そしてこの時に雲の宗綱は上杉則政を頼って神津家に逃れている。なるほど。越後の長尾家も前回動画で周囲に頼られていたと言ったけど、上杉則政も周囲に頼られていたんだな。冷静に考えたら、立場上は関東のナンバー2の関東管領だもんね。周囲からするとヘルプを求めたくはなるよね。確かに。結果を知っているからあれだけど、当時の人からしたら所用であったとはいえ、関東管領の上杉様だもんな。そうそう。そして雲の宗綱は、神津家で亡命生活を送りつつ、則政の力を借りて、追われた信濃の給料回復のチャンスを狙っていた。そしてこの時、則政はやることはやっていたように見える。ちょうどこの頃、則政にとって宗綱を助けるには、絶好の好機が訪れていた。会では武田家当主の武田信虎が、武田信玄とその家臣団によって追放されるという、クーデターによる世代交代が行われていたんだ。世代交代が行われると体制の再構築などで、対外出征などは難しくなり、この隙を狙われやすい。当時の武田家にもこの状況は当てはまっていた。則政は、この隙を見て、雲の平の戦いから2ヶ月後の1541年7月に、参戦の軍勢で信濃に出陣したらしい。この時に則政自身が出陣したかは定かではないが、素早く派兵していることを見ると、やることはやっていたと評価できそうだよな。タイミングも見計らい、頼られてから出陣する。上杉謙信張りのかっこいい行動じゃないか。そうだよな。そしてどうなったんだ？見事に信濃を武田家から救ったのか？残念ながらそうはなっていないみたい。薄い峠を越えてまず咲く小さ方軍にを荒廃させた。武田家、そして当時武田家の同盟国村上家はこれに対処できなかった。しかし、これまた武田と同盟を結んでいた。上原城を本拠とする諏訪頼重が対応。長久保に着陣した。それで、どうなったんだ？謙信張りに、相手を追いやり信濃の国衆を助けたのか？と言いたいけど、残念ながらそうはならなかった。諏訪軍の高い士気を見て合戦を不利と判断。長久保に出て一戦を交えるとはならずに、和睦交渉を行うことになった。そこはやっつけて、雲の死を救済してほしかったけど。確かに、もしそうなっていたら今後の流れも違ったかもしれないよね。この上杉軍の動きは、雲の宗綱にとっては意外だったと思われる。
諏訪軍と対戦しなかったばかりか。この時武田方だった村上領などにも攻め込まず、講和をして早々に引き上げてしまったからね。あと、範政はここでもう一つチャンスを逃したと言えるかも。実は雲の宗綱以外にも丘陵を追われた武将たちが、この時神津家に亡命していた。この中には雲の氏とつながりの深い、真田幸綱も含まれていた。真田幸綱？それはゲームで出てくる真田一族で考えるとどの人だ？真田幸綱、またの名を真田幸隆という。真田幸隆って、真田正幸のお父さんだよな。後に武田24将にも数えられる名将じゃないか。そうなんだ。ここでもし範政が幸綱を味方にできていたら、その後の範政の合戦歴も現実よりいいものになっていたような気が、しなくもないよな。この後幸綱幸隆は、武田信玄の臣下となり、村上家の砥石城を落としたり、武田家の戦力として活躍していくからね。それが状況的に可能だったかはわからないけど、もし仮に東洋に成功して、能力を見抜いて重宝していたら。ねえ、歴史に行くはないかもしれないけど気にはなるよね。話を戻すと、その後範政の雲の氏の丘陵復活作戦は、どうなったんだ？範政は再出兵も考えていたようだけど、その後本国神津家でのいざこざや、北条家との対立激化によって、範政が雲の氏の丘陵回復を目的として、出陣することはなかった。ちなみに雲の氏以外にも、当時の信濃の勢力では武田氏と敵対していた勢力はあって、大石、与田氏、笠原氏、そして後に武田家と対立した村上氏らも、上杉家の存在を頼りにしていたようだよ。なるほど。さっき少し信頼を失ったような流れだったけど、まだ影響力はあったんだね。そのようだね。なんだかんだ関東管領だからな。そんなこんなで範政は、武田家の侵攻を止めるべく、その後も援軍は差し出していた。範政、君なら信濃を救えるはず。1547年、武田信玄は信濃作軍の志賀城に向け出陣。首相は笠原清重という武将だった。範政も援軍を派遣し、これにより両軍が対峙する形となった。そしてついに、8月6日、武田家の板垣信方、甘利虎安らの軍勢と、上杉家の軍勢が衝突。これは御大原の戦いと呼ばれている。結果、上杉勢多数が討ち捕らえられたらしい。範政、また救出できなかったのか。相手は武田家の猛将だし、厳しい立場だよな。それから5日後、無念にも志賀城は落城した。ああ、範政。なお、一部の文書記録によると、この御大原の戦いの前後にも、範政は援軍を派遣していたようだよ。ちゃんと援軍は派遣しているのに。なお、この戦いでの大敗は、上杉家の所領と武田家の勢いを、内外に印象づける戦いであったと言われている。範政。武田信玄の信濃侵攻は続き、範政も引き続き援軍を派遣した。前述の雲の平の戦いでは武田家と共闘していた村上義清は、1548年に武田信玄に攻められた。この義清、武田信玄を二度打ち破った武将として有名だな。そして範政は、この義清とも対武田家で共闘していたと言われている。そんな中、1548年2月14日、武田軍と村上軍が上田原にて衝突。上田原の戦いが起こった。この合戦で信玄は板垣信方と甘利虎安という二人の重臣を失っている。そしてこの間、紅白祭記という文書によると、同年4月25日、柵東部にあたる内山城で、村上義清側の軍勢が放火をした記録が残っている。柵東部まで村上軍が単独で進出したとは考えにくく、この時も神津家から範政の上杉軍が加勢していたと、考えられているよ。この放火の件以外にも、柵で信玄が戦いを行った記録はあるようだけど、相手が誰かははっきりとしていない。どうも村上氏や上杉氏の援助を受けて、ゲリラ的な戦いが行われていた可能性がありそうなんだ。戦術の紅白祭記以外では紅葉軍艦でさっきと同じ1548年9月3日、武田軍が薄い峠を越えて神津家に侵攻したとの記録が残っている。神津家のどこまで侵攻したか、文献によって記述が分かれているようだけど、武田信玄が信濃の勢力と神津家の上杉範政の連携を、牽制していたことは、間違いなさそうだな。こんな感じで全部確実に分かってはいないけど、範政が信濃援軍とかごづめとして支援はしていたようだよ。
戦い自体は負けが込んでいたようだけど、関東管領として周囲の拡大勢力を抑えようと、一定の仕事はしていたと考えてもいいのかな。まあ、そう思っていて良さそうだよね。しかしその後、村上義清は再度信玄に大将を収め活躍するも、真田幸綱幸隆の協約もあって、配下の砥石城を失い、その後もしばらく信玄を相手に抵抗を続けるも、1553年、漁場の桂尾城を捨て、長岡家虎上杉謙信を頼り、越後に逃れているよ。いや義清、ここは関東管領の範政様を頼りなさいよ。現実的にはそれは不可能であったと思われるよ。なんでだ？範政、もう死んでたのか？それならなんかいきなり勘しかないけど、今回はここまでか。ご視聴あり違うのよ、マリサ。範政は生きていたよ。じゃあどこで何をしていたんだ？ここまでは、便宜上武田信玄と範政の関わりをまずは見てきたけど、範政は、その間北条家とも戦っていたんだ。そして、義清が長岡家虎を頼った1553年までには、範政も北条家との争いで追い込まれ、ピンチに陥っていたんだ。そうだったな。信玄と氏康と戦う献身プレイだったな。でも、献身みたいに異常に戦に強くないと、戦国時代きっての名将二人を同時に相手にするなんて、難易度高すぎだよな。そうだよね。だから個人的には、範政をただ出来が悪かった。という風に一括りにして評価するのは、残酷な気はするんだよね。確かに。こんな状況に身を置かされたら、大概の人が苦境に立たされそう。じゃあこの辺で、今回の動画の最終局面として、北条家との戦いを見ていこう。北条との戦いといえば川越合戦だな。それって範政とか関東の連合軍が、北条氏康にコテンパンにやられたとかいう、その合戦だ。しかし、この合戦には色々尾ひれがついている部分もあるようだよ。代表的な例では、北条記という物語だ。これによると、範政方は、坂東8カ国から8万手川越城を囲んだ。そして、氏康が仕掛けた野戦に、範政方は対応できずに完敗した。めちゃめちゃざっくり見ると、これが日本三大奇襲の一つである川越合戦、川越野戦などと呼ばれる戦いだな。さっき尾ひれって言ったけど、実際はどうだったんだ？実は、さっきの派手な川越合戦のイメージは、近世以降の文学者の作為であるとの見方が、今回の参考文献の一つの作者、久保田純一氏ら、最近の研究者らによっては考えられているそうだよ。そして、残念なことに当時の一次資料は少なく、残っているものから推論するしかないようだけど、現在の研究でどう見られているかを見ていこう。わかったぜ。まず、両陣営の状況を見てみよう。まずは範政側だけど、範政が1545年5月27日付に小山高友に宛てた書状にて、小学坊の足利春氏に出陣のことを申し上げたところ、近日出発すると決めたと見え、範政も本懐である。と、このように述べている。足利春氏が範政に味方したのは間違いなさそうだな。そうだね。足利春氏はもともと北条と同盟を結んでいたけど、経緯はともかく、うまく味方に引き入れている点は、範政は評価されて良さそうだよな。確かに。次だけど、上杉や北条よりも西の勢力の動きも大事だったみたい。まずは、1545年頃の関係勢力をマップで再確認しておこう。範政と氏康はそれぞれこの位置。そしてまずは今川家なんだけど、今川氏近、氏輝と続き、この時の当主は今川義元だった。北条と今川は、今川氏近と氏康の二代前北条早雲の時から同盟関係にあったんだけど、早雲の次の世代、氏綱の時代になると、北条家と今川家は駿河東部の加東地域をめぐって、対立が始まっていた。氏綱が死に、氏康の時代になってもこの対立は続いていた。範政が足利春氏の出陣を確認した1545年の8月、今川義元は加東地域にある長久保城を攻めた。ここで気になるのは、この直後に範政が川越城攻めを開始したことだな。これは、上杉と今川が同盟を結んで強撃を図ったのかな？さすがだなマリサ。はっきりとした証拠は見つかっていないようだが、その可能性は考えられるようだよ。範政は戦術の通り、北条と同盟することもあった足利家も味方につけたし、こうやって見ると、やることはやっていたように見えるよな。確かに。
これはどう見ても氏康がピンチだよな。これだけ敵に周囲を囲まれたら、さすがの氏康でも苦しくなりそうだな。てかあれだよな、北条は武田とも対立してたよな。うん、先代の武田信虎と北条氏綱の頃は対立関係にあった。しかし武田信玄と北条氏康の時代になって、信玄はさっきも見た通り信濃への侵攻を進めており、背後にいる北条家と対立することは避けたかった。そして氏康としても見ての通りで、この頃は周囲は敵だらけだった。こんなお互いの利害関係もあって、1544年高宗同盟は秘密裏に成立していたと考えられているようだよ。なあ霊夢、どうしたんだマリサ。この状況、範政にとってはかなり悩ましくないか。パッと見、なんで範政は信玄と結んで氏康包囲網をもっと確固たるものにしなかったのか疑問に思ったんだよ。でもさ、よく考えたら、さっきの範政と信玄との関係のところで、信玄に攻められた信濃の雲の白の黒人衆が、関東管領範政に助けを求めてたよな。そうだね。そう考えると、立場上範政は信玄と対立せざるを得なくなる。この対氏康戦線だけを考えると、信玄と組むのがベストなのに、周囲との関係でそれはできない。結果として強敵2カ国を敵に回さざるを得ない。こんなジレンマを抱えていたかもしれないよな。皮肉にも、範政が信濃を守る義務がなくて、対氏康戦線に集中して外交を展開していたら、どうなっていたんだろう。マリサー、それを考えちゃったかー。私もそれ思ったんだよね。なんだろう。関東管領って立場を全うすると、皮肉にも弊害が発生したりしてたのかな。謙信みたいに戦がかなり強かったら別だけど、範政にとっては重すぎたかもしれないね。まあ、話を戻すと、この時実は信玄と義元も協力関係にあり、義元の要請により、信玄は義元の援軍としても長久保城での合戦に参戦していた。しかしさっき見た通り、信玄は裏で氏康とも同盟を結んでいたと考えられる。そしてここで、両者の対立をよく思わない信玄と、包囲網から脱したい氏康の思惑もおそらく影響して、信玄の仲介によって1545年9月22日、北条と今川は和睦することになった。氏康は、11月に長久保城を今川方に引き渡している。ああ、包囲網が。また紅葉日記によると、この後に今川、北条、上杉で和睦を誓う起承文が作成されたらしい。しかし、北条は今川との休戦が実現すれば、上杉との戦いに集中できるし、上杉の範政も、北条との川越城をめぐる戦いのために、上の立場にある小学坊、足利春氏を動かしている以上、安易な和睦を結ぶわけにもいかない。この両者の交渉は決裂したと考えるのが妥当だとされているよ。なるほどな。包囲網は失敗したかもしれないけど、範政的には引くに引けず、氏康は準備ができたなら、一戦を交えることになりそうだな。うん、その通りで、実際に合戦になったみたい。まず、1545年9月26日、範政の軍勢は川越城を包囲した。これが川越合戦の始まりだな。北条記では、この時に範政側は、足利春氏やその他周辺の関東勢力を合わせて、総勢8万の軍勢だったと言われている。しかし、実際の軍勢の詳細は分かっていないらしい。ただおそらく正しいと思われることは、範政側には、範政の山の内上杉家の他に、扇ヶ谷上杉家と小学坊の足利家足利春氏が参加していたことだな。軍旗類に両上杉の重臣が討ち死にしたと記載があり、軍旗類の記録といえど、討ち取られた重臣の情報などは、概ね正しい可能性が高いと考えられているようだよ。なるほど。軍勢とか死者の数は確かに盛りやすそうだけど、名の知られた武将の死を偽ると仮に嘘だと、簡単に見抜かれそうだしな。そうだね。今後さらに確実なことがわかるといいね。ちなみに、この時に扇ヶ谷上杉家の当主上杉友貞が出陣していたか、はっきりとわかっていないようだよ。え？当主の出陣の有無が不明なのか？うん。上杉家系図などの記録には、出陣して討ち死にしたらしい記述があるものの、逆に軍旗類では友貞がそもそも出陣した記述がないため、この討ち死にの件は信憑性に欠けるみたい。それは謎だな。主要な家の当主の討ち死にとか、物語性を考えたら、絶対に外したくない部分だよな。それならそもそも出陣していたかも微妙だな。
ただ、いずれにせよ友貞はこの辺りで亡くなっており、扇ヶ谷上杉家は断絶したのだけは間違いなさそうだな。そうか。戦国の世とはいえ、名家が滅亡していくのは、なんだか切ないな。そうだね。話を合戦自体に戻すと、北条記にあるような、八幡の上杉足利連合軍 VS 圧倒的少数の北条軍。という構図は実際はありえないと先に述べた久保田氏は述べている。ちなみにその根拠はなんだ？少し前に、北条が今川と和睦した話があったよね？おう。その時にもちらっとあったけど、北条としては、西の今川、北の上杉、これらの勢力に強撃されるのだけは避けたかった。でも、今川と和睦し西の脅威が取り除かれたことで、戦力を二分する必要がなくなり、万全の体制で上杉との戦いに臨めたはずなんだ。なるほど。しかもこの時は北条の領土もこれくらいの大きさだよな。この時までに北条の領土は、伊豆、相模、武蔵藩国、駿河加藤、下佐の一部に及び、全戦力を対上杉戦線の北部に集中できた場合、ある程度まとまった数は準備ができたはずなんだ。実際、加藤地域で今川と対立していた時は、対今川戦線には宇治安地震、そして、対上杉戦線には諸説あるようだが、もともと城代だった大道寺森政、上杉進行の備えとして入っていた猛将北条綱重、そして北条宗哲を配備していたようだよ。この当時、北条一門で一軍の将を務めたのは、宇治安以外ではこの二人だけと言っていいので、宇治安は自身とあと二人に主戦力を分けて、配備していたと考えられている。なるほど。そして今川とは僕となったので、ついに宇治安自らも川越の攻防戦に加わることができたのか。そうそう。そういう流れだな。そして、乗政たちは、1545年9月には、川越城の包囲を開始したと言われている。ちなみにこの包囲中、宇治安は小学坊の足利春氏に対して、城兵3000名の除名と城の明け渡しを申し入れたと言われている。しかし春氏はこれを拒否した。他方で宇治安は扇ヶ谷津上杉の宿老で、武蔵岩月城の大助明を味方に引き入れるなど、敵方への協約活動も進めていたようだよ。この動画では乗政に脚光を当ててみるようにしてるけどさ、宇治安の下準備というか有能さは、意識しなくても滲み出てくるな。それは全く否めないな。さすが名将宇治安だな。まあともかく、乗政たちは川越城を落城させることはできず、1546年4月20日頃、ついに北条家大将の宇治安本隊が到着。これで揃うべき人が揃う形となった。北条記によると北条軍は野戦を仕掛けて大勝利したとなっているが、北条方もある程度兵力を整えられていた可能性。合戦の目的は決戦に挑むことではなく、川越城の落城を防ぐため、城中への通路を確保した上で、両上杉軍を撤退させることであったと推測される。そう考えると、野戦はリスクも伴うため、通常の野戦を選択した可能性もある。なのでおそらくだけど、上杉足利連合軍も相当数の兵力がいたと思われるが、川越城を包囲していたその一部が、川越城の救出を優先事項として進撃してきた、北条軍と対峙したのではないかと考えられている。北条軍と上杉足利連合軍が、一戦を交えた可能性はあり得るが、互いに陣形を取って支流を決する戦いではなく、北条軍と両上杉の馬回り衆との間で交戦があった。この辺りが現実のラインでは？と一説では考えられている。ちなみに、軍旗類などで、乗政の馬回りと思われる倉賀の三河の神、同じく山の内上杉の重臣と思われる小野稲葉の神、そして扇ヶ谷津上杉家の重臣、難波田壇上左衛門らが、討ち死にしたと記録がある。実際に討ち死にしたか確証はないが、これらの武将の名前が挙がっていることから、両上杉の直属軍と北条軍が一戦交えたのは、あながち間違いではなさそうだよな。確かに。これらを総合的に鑑みると、一部の主力武将がやられ、大軍を動かしながらも川越城を奪取できず撤兵となった。よって乗政側には敗北のイメージが強く残っていった、と考えることはできそうだな。なるほどな。史実ベースでわかっている部分を主に見てみると、なんだか味気ない川越合戦だけど、もう少しだけ、この川越合戦に関して、最近の研究でわかっていることを見ていこう。おう？わかったぜ。合戦の様子を探る方法として、関係者が発給した文書を見ていく研究の方法がある。
意外なことに北条側が今回の合戦後に発給した文書は、ほとんど残っていないそうだよ。ええ、大勝してたなら、感謝の書状がたくさん残ってそうだよな。うん、対して、範政が発給した書状や勘定はいくつか残っている。上杉方の武将、岡部平次郎や桑木八郎、その他複数名に対して、検討の余地が必要なものはありつつも、勘定などが残っている。それらの中では父が合戦で討ち死にしたため、それを悼む内容だったり、名代として承認するなどの内容も見られる。ということは、戦いの詳細は不明点が多いけど、上杉側の一定数の家臣が戦いで死んだことは、間違いなさそうだな。うん。ちなみに長野系図によると、長野成政の嫡男、長野義成がこの戦いで傷を負い、美濃和城に騎乗後、16歳で没したとされている。この記録が正しい場合、山の内上杉の中でも主要だった長野市クラスの国衆も、今回の川越合戦には参加していたと見られる。それなりの数を上杉側が動員していたという部分は固い感じがするな。対して北条側には、このような記録や労をねぎらうような書状は残っておらず、それよりも前の1541年に、上杉が川越城を攻めた後には、少なくとも6名に対して同じ形式での書状が残っているそうだよ。残っているのだけでも6通あるため、実際はもっと多かったと思われる。この点を鑑みると、1541年の合戦の方が大きかった可能性も残るそうなんだ。霊夢。でもさ、上杉の方には1546年の川越合戦の後に、労をねぎらったり、犠牲になった一族に出した書状が残ってるんだよな。そう考えると1546年の合戦も決して小さな合戦ではなかったような、そんな気がしなくもないけど。そうだよね。私もそう思った。こうやって考えると、謎が多い合戦の一つだよね。あくまでも現在残っていて、その中で見つかっている資料からの、研究の結果なので、事実と同じ線を辿っているかは、現状誰も知らないのかもしれない。でも今のところ、こんな感じでこの合戦は見られているようだよ。なるほどな。とりあえず間違いないことは、1540年代は川越城をめぐって、山の内上杉と北条は戦いを繰り広げており、1546年に、範政は氏康との戦いに敗れたということだな。そしてこの後、扇ヶ谷津上杉家の領国は北条に接収され、山の内上杉も北条に追い込まれていく、悲しい流れをたどることになる。この時代って北条や武田とかの活躍が目立つけど、逆にいた勢力側で見てみると、なんだか切ないな。そうだね。とりあえず、ここまで範政の人生を、幼少期、武田との戦い、北条との戦いという三つの流れで見てきたんだけど、武田家や北条家という戦国時代全体で見てみても、強力な勢力と戦ってきたんだな。とてもお疲れ様だな。でもなマリサ、さっきの川越合戦の時も、範政は23歳くらいだったんだ。56歳で生涯を閉じているから、年齢的にはまだまだこれからだったんだな。マジか。すでにかなりすごい人生を送ってるけどな。うん。そして続きを話していきたいけど、今回は一旦ここで終わりたいと思います。次回もぜひ見てくださいね。あとちなみに、1回目の動画で長尾為景をまとめてあるんだけど、もしまだ見ていない人がいたら、ぜひ見てくれると嬉しいです。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。